こんにちは。はい、夫婦の時間が始まりました。この番組はおかっちとゆうが夫婦がこの世の中の話したいなと思ったことをぺちゃくちゃお話しする番組です。でその番組を見てもらった人がね、より良いパートナーシップになったらいいなと、そしてね、僕もね、ゆうがちゃんともっともっとね、いい関係になったらいいなと思ってこれをゆうがちゃん始めたんでございますよ。あ、そうなん？そう。そう。ね、今日ね、2回目なんでね、なんか今、ポッと思うことある？雑な振りやけど。どこ、これリンゴなんで置いてんの？リンゴ、ここだなんかあった方がいいや。星とリンゴっていいかわいいやろ、この感じがね。はい。で、ここはね、ピーターソックスって言って、普段僕たちがね、ここでね、授業をやったり、まあ、英語の授業をやったり、ヨガの授業をやったりね、いろんな授業をやってる、まさに学校なわけなんですよ。はい、ということで、早速ね、今日話したいなと思うことをここに書きたいなと思います。この前は赤色使ったから、今日は、あ、これですね。完全にこれですね。これでいきましょう。これでいきましょう。今日2回目なんでね。これね、よく聞かれるんですよ。いろんな人に。いろんな人に聞かれるんで、それをね、まあ、あーだこーだぺちゃくちゃお話ししたいなと思います。じゃん！こんな感じです。知ってるかな？はい。今日のテーマは、パートナーシップについてです。どうやったら夫婦とかカップルとかでこうもっともっといい関係になれるのかなっていうことをなんかこうああでもないこうでもないとか思いながら言いながら語り合いながらおしゃべりしたいなと思ってますよ、ゆがちゃん。うん。はい。僕たちって結構仲いいよね。仲いいね。うん。仲いいと思うよ。仲いいよね。悪くないよね。いや、めちゃくちゃいいと思うんやけど、どうやろう。そうやな。ねえ、2人とも僕はそうなんですけど、仲が良くないっていう状態が耐えられないんですよ、うん、ちょっとでも優香ちゃんとこう仲がなんか関係が悪くなったり、優香ちゃんに対しておかちがものすごくストレスを感じてたり、逆に優香ちゃんがおかちにストレスを感じてるっていう状態は全然幸せじゃなくて楽しくなくて不機嫌になっちゃうんですよね。エネルギー消耗するからな。そう、なんか、うん、効率悪いって効率悪いって無駄やなって思うんですよ。しんどい。おかちと喧嘩してたらめっちゃ疲れるから、うん、喧嘩してない方がいい。喧嘩してない方がいい。でも付き合い始めは3ヶ月に1回は喧嘩してるんです。めっちゃ大きい喧嘩。そうやったっけ。めっちゃしてたよ。覚えてないんですよ、ゆうかちゃん。怒られてる方は覚えて、僕がいつもね、火種が僕なんですよ。いつも僕で、それに対してゆうかさんがバンって爆発するんですよね。でそれに対して僕も逆ギレですよ。そこまで言うことないやんみたいな。でそういうふうに切れたら、いやいや、男はそんなんじゃない、そんなん求めてないって言って僕が謝ると、いや、そんなんが聞きたいわけじゃない、ちゃんと謝ってってっていうことですよ。そうやね、よくある男と女のね、この問答なんですけど、まさにそれを繰り返してたな、2年ぐらい。そうやったっけ。そうですよ。ゆうがちゃんがなんか仕事かなんかでこういっぱいいっぱいになった時に、僕はそれに対して軽く返事をしてしまって、で、いや、私がこんなに苦しんでんのに、うん、ほったらかしかいみたいな、いやいや、僕も今それ分かんねんけど、こっちのことこんなことあって僕もやってるやんって言ったら、いやいやいや、そんなこと聞いたくない。いっぱいいっぱいやったよね。そうそう、確かに。この授業を手探りで、うん、今も手探りやけど、でもやっぱ始めたばっかりやったし、うん、大変やったもんね。大変やったね。またその企業とか経営についてもね、うん、まあ、その経営についてはまた次の次回でまたゆっくり話したいんだけど、うんうん、そのやっぱり企業というか、そのお金の面がこう傾くと、うん、やっぱこう喧嘩する回数も多くなってたよ、うん、こう不安になるんやろね。不安になって、うんうんうん、どうやってそれを、僕は絶対いけるよって言うんよ、うん、こうやってこうやったらちゃんと軌道に乗っていいんよって言うの、うん、
でもそれが確実にそう言えるって言って確実って言われへんねん僕も。そんなんやったっけな。そんなんもあったよ。で僕はいやなると思うって言うんだけど、いやなると思うっていうのはちゃんといつなるのかっていうのを教えてっていう感じやったよ。そんなんもあったよ。そうやったっけ。そんなんもあった。だからおかちは1年後はここになって、2年後はここになってっていう風なスケッチブックに表を書いて優雅さんの見えるところに貼っといたよ。あのプリンターの上にあるやつがそれ。でもなんかあの数字を見たらもうずっとほんまに毎月20万ずつ減っていくみたいなのが2年ぐらい続いてた時期が、ね、時期があって、うん、普通に考えたら大変やなって思うんやけど、うん、なんか普段は別にねそんなにすごい大変な思いしてるっていう感じじゃなくて、うん、ないないない。だから3ヶ月に1回ぐらい、1回ぐらいなんかこう目に見えない、うん、無意識の領域にある不安とか、うん、恐れとかみたいなのが爆発するんやろうね、うん、3ヶ月に。それをお互いあのそのままにしておけないタイプやから、優雅ちゃんも爆発した時に、いや僕もそれをただ受け止めるだけやったら僕もまたストレスになるだけやから、うん、それに対して僕も思うことをバンって爆発するっていう、うんうんうん、でお互い爆発して疲れて、うん、どうしようかって収まりどころなってたっけ、うん、もあったけど、でもちゃんとその都度その都度、うん、お互い僕思ってること全部言ってきたし、うん、優雅ちゃんも思ってることその時言ってきた、うん、妥協はしてないはず。そうだから全然モヤモヤ残ってないよね。残ってない、うん、全然残ってないだからまあそのお金の面で傾いた時があったけど、まあ、喧嘩をしてる時は辛かったけど、うん、でも普段はね楽しかったよ別に。なんか、うん、あの節約生活みたいなのも始めたりして、ね、そうそう節約ゲームにハマってゲームやっててね、ゆかちゃん、ね、めっちゃ面白かった。ハマりだしたらもうすごいゼロか100なんですよ、追求モードに入るゼロか100で、おかちはこうバランスタイプなんですけど、ゆかちゃんこうおかちがここにおったらゆかちゃんこっちからいきなりこっちに行って、あそっちに行ったってのまたこっちに行ったりするから、うん、おかち大変ね、それめっちゃ結構そう興味持ったことの情報収集力、うんとかすごいよね。すごいもう情報収集とその実行に移すっていう、うん、そう確実に実行に移す、うん、昨日この前回のねあのコロナのことも全然危機意識最初なかったけ ど危機意識持った瞬間もうリーダーとなって、じゃあちょっとビチクリスト作ろうみたいななって、うんうん、すごいんですよ、うん、だからその時はその節約ゲームにハマってて、 それがね節約ゲーム楽しかった、うん、節約ゲーム楽しかったんやけど、うん、これずっと続くのは嫌やなと思って。嫌やわ。期間限定やから面白いけど、そうこれな10年後とかこんな同じことやってたくないなって思ったから、うん、どんなご飯やったっけその時は。えあんま変わらないのか、その時な、あでもだいぶ抑えてたよ食費。どうやってたんやろうな。あでもご飯、でも普通にご飯炊いて、うん、お弁当作ってたね。お弁当作ってたわ。どうやってたの？あったかい保温のお弁当使ってた、うん、今もうスタッフさんにあげたけど。丼物とかやったな。丼物やったな。で、なんかほんまに一食60円で済んだで、うん、みたいな。やってたな。自慢をスタッフにしてやってたな。してたかな、うん。結構1年2年ぐらい続いたかな、それ。続いたかな。うん、弁当箱持って、あの昼ご飯それできへん時は昼ご飯あそこの弁当屋さん。はいはいはい。なんだかな。名前忘れちゃった。あんずてちゃうわ。前は弁当屋さんなで節約、外食もだいたい1人500円ぐらいに収めようみたいな。でも言ってもとはいえスタッフと一緒にご飯食べに行ったりとかしてたし、うんうん、それはね別枠でまとっといてね。そうそう僕ら2人の分の日常生活はいかに抑えるかっていう。抑えてたんやったっけ。いや抑えてたよ。ものすごい厳しく抑えてたよ。ゆかさんおかちのお小遣いはここまでなとか、あおかちのお小遣いは少なかったな、うんうん、あと化粧水を、まあ、普通に大人が使う化粧水って、うんまあ、ええやつやったら何千円ってするのよ、うん、こんなボトル1本1ヶ月ね、うん、で、まあ、まあまあ庶民的なあの、ね、ドラッグストアとかで買うようなやつでも、うんまあ、1000いくらとかするんよね、うん、でもそれをあのグリセリンと水、うんうん、グリセリンと水を混ぜたら化粧水になるらしいっていうのを調べて、うんうんうん、そしたらもう化粧水なんてただ同然で、ねうん、1ヶ月 0.8 円とかそんな、そんな感じになってで結局でもそれがなんかいらん余計な防腐剤とか入ってなくて肌に合ってて、うん、だから今でもそれ使い続けてる。やってるわな、うん、そういうことしてたね、うん、なんかだからその本当にこう
何でも使える状態じゃなくなった時に、じゃあ僕たちは一体何に使うのかっていうことを真剣に考えた時期やったかなと思ってて、その限りあるリソース、時間もお金も、じゃあそれを何でも欲しいもの、何でもこう使えない状態やから、本当に自分が手に入れたいもの、本当に使いたいものは何なんだろうと、あ、これはいる、あ、これは別にいらんやろなっていうことを結構神経研ぎ澄ましてやってたのかな、最初の方は。断捨離した、あのこんまりさんの片付けの魔法っていう本を読んで、お祭りな、片付け祭りをした、ね、ある何年やったかな、もう何年か前の年末に、すごかったね、あれ。じゃあゴミ袋何十袋、20、30あったんちゃう、いや、もっとあった、もっとあった、おかちだけでそれぐらいあって、だから2人でも 100袋近い、そんなあったっけ、ものを処分して、ほんと洋服とか、あと目に入って嬉しくならないもの、あの、オーディオコンポとか時計とかも、なんかとりあえずのやつあったから、そういうのを全部処分して、お気に入りのものに変えたよね。お気に入りのものに変えて、そうそう。で、それで、すごい暮らしがシンプルになってから、それはやったね。だからそれで、物がやっぱシンプルになって、本当に大事な、大好きなものと、本当に使うものだけに整った時に、こう、物、物理的なものだけじゃなくて、人間関係とか仕事とかも本当に大好きなもの、大事なものだけにこう厳選していくっていうことをし始めてから、すごく良かったよね。良かったよね、それをゆがちゃんの中でもそう厳選してるし、おかちの中でも厳選してる、そしてそれを2人も、私はこういうこと大事だよ、で、ゆがちゃんもこういうこと大事だよっていうのを話し合う機会もいっぱい持ってたしね。ずっと喋ってるから、お互いがだからどんなことが大事で、どんなことを望んでいないのかっていうのはもう、価値も分かるし、ゆかちゃんのこと、もう表情みたいなの分かるし、あ、これは嫌なんやなとか、あ、こういうのはやったらこう爆発するんやなと、こういうことやったらもうちょっともう怒られるんやなとか、逆にこういうことを大切にしたいんやなってすごい分かるし、そうそう、だから嫌なことは嫌って言うよね、なんか嫌やけど我慢せなあかんのかなみたいなこと全然なくて、で、私本当に、料理をしないんですよ。その節約生活してた時は、その節約ゲームが楽しかったから、そのためにやっぱ作った方が良かったから、それは節約ゲームとして楽しんでただけで、義務とか責任でやってたわけじゃなくて、でもそれが終わってからはもう本当に、もう何年やってない、3年ぐらい料理してないよね。全然やってないよ、全く料理しなくて、で、私は洗濯物畳むの好きなんです。 ありがとうあとピカピカのところで生活するのが好きなんですよ。だからお洗濯と掃除は私がやりたくてやるっていう、もうそれもなんか気分によってやらない時も全然あるんやけど、気分によってはやらない時も全然あるんやけど、基本的にお洗濯と掃除は私がやると。でもそれは自分の義務とか思ってなくて、自分が それをその状態で、綺麗な状態で暮らすのが嬉しいから、洗濯物もちゃんと回ってる方が気持ちいいからやる、綺麗に畳むのとかが気持ちいいからやるっていう、で、決してお菓子のためにとか思ってなくて、でもゴミ出しはしたくない、ゴミ触りたくないし、寒い中朝とか出しに行くの嫌やから、ゴミ出しはしない料理も興味ないからしないって、洗い物はできたら別にしたくないけどしたくないけど、まあ、別にそこまで嫌じゃないから、そこがね難しくて、だからそれをじゃあ私は〇〇やる、あなたは〇〇やってねって役割を決めるのがいいのか、まあ今たまたまお互いフィットしてたりするやん、そうそうそう、私がやる、そういうことを合わせていくのがいいのかとか、そこら辺どんな感じだと、一番最初おかち役割決めようって言った時に、いや、そういうのは決めてやるもんじゃないっていうふうに言うかさんよ、そう、役割って今も思ってないんですよ、役割ってそのフィットして自分が好きなもの、嫌なものっていうのがたまたま、まあほぼこう、パズルみたいに噛み合ってたからうまくいってるけど、どうしよう、噛み合わん人は、カップルとかは大変やな、それな、そうよ、でその中でも生活を作っていかないといけないやん、その中で生活をちゃんと維持というか暮らすためには、やっぱりやることがいっぱいあって、じゃあそれをゆがちゃんがやらなかったらおかっちがやらないといけないし、おかっちがやらなかったらじゃあ、まあ家事代行っていう選択肢もあるけど、まあ、ゆかちゃんがやらないといけないという選択もあるね、そうなった時にうまく私がやりたいと、私がやりたいとやりたくないがあったり、おかちがやりたくないのがやりたいというのがハマったら、全てのことハマっていったらいいけど、そこら辺どういうふうに
やるんがええんやろな。僕らはハマってるんだけど、たまたま、うん、今こうパートナーシップっていう課題、結構それで喧嘩するとこ多いと思う。なんで私がこうやらなあかんの、子育てとかな、そう、そこらへんどうしたらええんやろなっていう、難しいわな。難しいね、うん、まあ、それは正解ってなくって、うん、そのカップルカップルで納得いくところをこうね見つけていくしかないんやろうけど、そうやな、で私別に今これ自分の役割やからやってるとは思ってない。生活を気持ちよく、うん、自分が生活を気持ちよく回すためにやってるって思ってる、うんうん、だから別にお母ちが例えばご飯作らなくなったからといってなんで作れへんのよと思えへんし、そうやな、うん、でもゴミをお母ちが捨てなかったらなんで捨てへんのと思うやろ、うん、ゴミがそのまま溢れてる状態で残念って思うな。残念って思う。今はなぜならもうずっとそれでやってきてるから、うん、ゴミ増えていったらああって思うけど、でも別に逆に、いやでも本当に 今でもさもう 5,6 年一緒に住んでるけどさ、うん、本当にありがとうって言い合うよね、普通にナチュラルに、まあね、本当にお皿洗ってくれてありがとうとか、うん、あのやってもらって当たり前じゃないから、ゆうはさんの場合は、いやでも、私も全然ゴミありがとうとか、うん、普通に言ってるよね。だからそれが役割って決まってたら言わへんねやろな、うん、そうそう、だからやって当たり前になる、あんたの仕事やろみたいになるけど、じゃ普通に出るよねその言葉は、うん、だそれって確かに気持ちいいから、役割とかになるといわゆるそれが仕事とか義務とかになってくるから、うんうん、やってもらって当たり前で、やらなかったらなんでやらへんねんっていう不満が出てくると、うん、でも僕らのようなこうなんていうか気分で自分これやりたいから自分のためにやってるというスタンスでやってたら、うん、それをやってもらってありがとうって感謝が生まれるし、うん、それでやってなかったとしてもまあ仕方ないな、しょうがないなっていう部分はあるかもしれないな、うんうん、でもそれを全部押し付け、全部おかちがやらなくなるとやっぱしんどくなってくるな。例えばあ、だからその時の他のこととの兼ね合い の、 そのキャパシティの問題で、うんうん、私も配信とか始めてからもう生活リズムもちょっとぐるぐちゃぐちゃになったりとかしてできへんかった時に、どんどん家が汚くなっていくのが、おかっちこれ気になれへんねんなと思って、言ったやん、気になったやん、なったんが、じゃあ で、うん、でも気になるんやったらおかっちが掃除すればいいのに、うん、おかっち気になれへんねんなと思って、でなんかこうそういう時は多少イラッとするんやけど、でも別になんやろ、なんていうんかな、そこが難しくて、うん、そのまあ、おかっちもやりたいことがあって、ゆかさんもやりたいことがその都度その都度あるやん、うん、そうなった時にそのやりたいことを全部こっちにやってしまったら家のことが多分できなくなったりするね、うん、してた。でおかっちもやりたいこと、おかっちも逆に言ったらやりたいことを全部やってしまったら家のこと全くできない状態が、うん、例えばお互いがずっとそういう状態だったらやっぱぐちゃぐちゃになってくると思う、家が。そうで、あの、うん、もう一個言うと、やりたいことなんよ、家のこと、家のことをやりたいことっていうか、うん、やっぱ綺麗なところで生活したいし、ずっと言ってるかな、うん、やりたいこと、その洗濯物が溜まってる状態っていうのはストレスやから、うん、ちゃんとそれをグルーブさせたいっていう、それはやりたいことなの、うんうん、だからこうなんやろうな、あそう、でもそのお金がすごくあったら、うん、もう家事代行頼んで、うん、もう週に何回かお掃除に来てもらって、ええ、お互いやりたくないことを我慢してやってる状態っていう状態を目指してた時期もあったんやけど、うん、だからまあ月収100万目指すぞとかやってた時期もあったんやけど、うん、なんかもうそれもしんどいなとか、飽き性やから、飽き性やからまあね、よくどうなるか分かりへんけれども、だからそれをどうやって楽しんでできるかみたいな工夫をしたりはするよね。確かに、だからどうやって楽しむかって工夫をダイソーの掃除機買うとか、そうそう、それやるとワクワクするのね、ダイソーのやつやったらまだ手軽にできるし、手軽にできるしとか、うん、気持ちよくできる動線を作っていくってことはする。それを自分の中でもそれを作れたらいいし、お互いで2人で楽しめたらそれもいいよねって気がするわ、うん、あとまあうちら言うても大人2人やから、家事って言っても知れてて、うん、お家も小さいし、うんうん、だから別に本当にちょちょっとすれば済む話で、 それをその労力をいかに小さくするかみたいなもので、持ち物を減らすとか、うん、あの家を小さいところに住むとか、うんうん、そういう風にしてるのがいいよね。なんかそういうふうに、まあ、じゃあまとめると、パートナーシップにおいて大事なことで、ゆかちゃんが思うことっていうのは、やらされてるんじゃなくて自分が主体的にやるって決めてやるっていうこととか、ちゃんとあの
自立やと思うわ、うん、キーワードで言うと深い言葉やね、うん、自立っていうのは自立、お互いが自立 し合っていること、うん、と、うん、あと自分を犠牲にしないこと大事よな、うん、でもそうなんだけど自立っていうのはどういうこと、どういうこと意味なんや、例えばどういう状態が自立してるなって、まず自分で考えれること、うん、自分で考えて自分で決めれるっていう、自分で決める、誰かの支配下にいない、コントロール下にいないっていうこと、うん、コントロール下にいる状態で例えばどういう関係がコントロール下にあるの、例えばまあまあそうやな、すごい旦那が稼いでくる人で、うん、奥さんが専業主婦とか、まあ、旦那より全然給料が少ないみたいな状態で、うん、はい、うん、だから生きていくためにはこの人の機嫌を取っておかなければいけないとか、はい、そういうことちゃうかな、そうかそうか、うん、それだ思ってることがあっても言えへんし、言えないしみたいな、言われたことに従わないといけないっていう状態、うん、今のでも語弊があるかもしれない、その、うん、実際はその収入の差なんて全然関係ないんやけど、うん、その収入の差があることによってその主従関係みたいなのができている状態みたいなのが、うん、こうコントロールされているっていう、そういう状態ではなくてちゃんと自分で選んで自分で考えて自分で決めれるっていうのがまず自立っていうことでは大事だよねって、ね、そうそうそう、だからそのパートナーシップを育むってことを考えたらお互いが自立した関係であるってこと、精神的にね、経済的にっていうのはまた別の話で、まあ、それぞれのそれこそ 役割があると思うし、うん、納得していればそれでいいと思うし、うん、っていうことが大事かなってね、うん、とお互いがその自分の中でこの暮らしをの楽しみ方を知ってたりとか、自分でこう自分の中で夢があったり目標があったりして自分の中のこうやりたいことに向かってたりとか、うん、でそれをまあお互いがこうやりたいことに向かっててもいいけど、お互いがこう全く無関心ではなくて、うん、まあ、こうお互いがそれをなんか支え合う、まあ、依存してる感じじゃないけれども、うん、こう支え合う、なんていうか応援し合う、尊敬し合えてるってすごい大事やと思う、確かに、うん、尊敬し合えてること、なんか欧米とか行くとすごいパートナーの自慢するやんか、うん、あれはなんかちょっとパフォーマンスとしてやりすぎかなって思う時もあるけど、うん、なんかでも日本に行くと身内のことをなんかこうディスるのがデフォルトになっとって、で私もするけどお母ちのことするたまに、でもそれはなんていうんかな、こうあくまでもリスペクトが本当に根底にあって本人気づいてないぐらいやからリスられてること気づいてないぐらいから、本当にリスペクトが根底にあってそれを十分に表現した上で信頼関係ができてる上でリスったりするっていうのは全然攻撃にはならないけれども、その信頼関係とリスペクトがないのにこうディスり合うっていうのは本当にこうお互い傷つけていくから、なんかちゃんとリスペクトがあって相手がこう望んでいることとかやろうとしていることをちゃんとできるって信じてあげること、信じてあげるっていうかもう信じて普通に当たり前に信じている状態がすごい大事なんかなと。確かに、だからそれ自分の身近にいる人がこの人はできるって信じるっていうことはすごいやっぱ心理学的にもすごい大事で、うん、周りの人が一番近い人に信じられると、あ、私ってできるんだと思って本当にそれができるようになっていくっていう、うん、こうセルフイメージが上がっていくっていうのもあるから、うんうん、本当に自分の家族にそれやっても無理やろうとか言われたりとか、うん、またどうせ、続かへんやろうっていうような、うん、そういうような目線でいられるとやっぱこう、うん、自分もこの人生が前に向いていかないのかなって思って、うん、やっぱこうお互いこの人はできるっていうふうに信じてあげるって、無条件で信じてあげるってすごい大事かなって気がする、うん、そのために物理的なサポートが必要な時はそれをするかもしれないけれども、うん、基本的には、うん、できるって当たり前に思っている状態であることが一番力になるのかなって。そうね、はい、じゃちょっとだけこのブチって言ってまたそのみたいなことやん。5、3、2、1、はい、ということで、じゃあ何やったっけ、あれや、おかっちのことを尊敬してくれてる、尊重してくれてるっていう話をしてくれてて、ヨカ、うん、ちゃんがね、そのお互いが尊敬尊重し合える関係とか、お互いが自立しているのはすごい大事だよねっていう話の中からそういうことが出てきたんだけど、うんうん、おかっちのどういうとこ尊重してるのかなって聞きたいわね。おかちが聞きたいんやろ。僕聞きたいですね。どういうことをどういうとこ尊敬尊重してんのやろ、尊敬してんのやろ、リスペクトしてくれてんのやろ。お
カッチはね、うん、あのね、口だけじゃなくてちゃんと行動が伴っていることとね、はい、あとね、ちゃんとね、周りの評価に打ちのめされずにね、うん、ちゃんと自分を信じてね、うん、続けていくことができるっていうところとね、うん、あとね、ちゃんとね、あの戦略を立ててね、うん、自分で納得しながら進めていけるっていうところとね、うん、あとはね、キュートなところ、ね、キュートなね、愉快なところ。おー、ありがとうございます。うん、嬉しいな。僕も言おうか、うん、言おうか。ユーガさんが尊敬、おかちがユーガさんの尊敬していることね、うん、まずね、あの声がね、うん、神ですね。声は神やな。ちょっとびっくりしたわ。おかちちょっとね、いつも聞いてるから当たり前のように言ってたんだけど、今ユーガちゃんもね、あの YouTube のチャンネルあるんですけど、そこの歌を改めてヘッドホンつけて聞いてみたら、これはちょっと価値やな。あのこれは誰かの助けになるし、ハッピーになるし、世の中にとって必要なものやなって思ってしまったね。それはちょっとすごいなと思ったな。だから知らず知らずの間に癒されてるんだなと思って、毎日聞いてるから、ゆかちゃんの声、うんうん、っていうことをこの前改めて気づいたっていうことと、あとはね、これやって決めたことに対する集中力とこだわりっていうのは本当にすごいんでそこはね、やっぱすごい尊敬します。でもただそれで自分の体を壊してしまったりしてしまうから、そこは心配なとこはあるんだけど、そでも向かっていく力っていうのはすごいなっていうところが短期集中型やな、うん、でちゃんとあのお互いを尊重しようっていう姿勢でいてくれる。だからおかちがやることにもちゃんと話を聞いてくれるし、受け止めてくれるし、うん、そこはね、ものすごく僕が僕らしく言えるっていうところがすごい一番おかちは尊敬してるかな、うん。まあ、あとはね、その、うん、あと嘘はつかない、うん、絶対嘘はつかない、正直者なんですよね、うん、僕は本音で言うんだけど嘘はつくんですよ、僕は多分本音やけど本音で生きると言ってるけど、正直者って名乗れないんですよ、自分のこと。でも優雅ちゃんは正直者なんですよね、正直なんですよね、うん、本音であり正直であるっていう、うん、だから裏表がないから一緒にいてて安心するっていうことと、あとはね、キュート、うん、っていうところですよね。はい、だからほんまにおかち、ゆうがちゃんの自慢やったら100個ぐらい言えるし、うん、1日多分ゆうがちゃんのこと可愛いって500回ぐらい言ってると思うんですよ、多分言ってる。ほんまに冗談なく、可愛い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 ってカート、あと好きも言ってる。好きと可愛いは1日500回以上は絶対言ってます。多分世界で一番僕が言ってるんじゃないかって思うぐらい言ってるよね。もうこの1週間という単位で区切るとね、この今までの付き合った経歴で言ったら僕らも7年やからほんまに思ってるし、で可愛いって言えば言うほど、あ可愛いんやって思えてくるし、自分も、うん、すごいいいんですよね、それは、うん、可愛い人とお付き合いしてる僕はすごいっていうセルフイメージが変えてくるし、うんうん、そうそう、それ大事よな、うん、それ大事やと思うわっていうことですかね。はい、ということで今日はパートナーシップでどうやったら仲良くなれるのっていうことで、まあ僕たちの経験でしかないんですけどね、まあいろいろとペチャペチャお話しさせてもらいました。まあ一人一人が自立できる関係であるとかね、お互いが尊敬し合える関係であったりとかで、役割を決めるっていうのはまあいいんですけども、それが義務化されたり仕事ってなってしまうと、お互いがこう苦しくなったり感謝という気持ちが薄れてくるんで、まあ自分がやりたいことはこういうことだと、でお互いやりたいこととかやりたくないことっていうのをこうやって話し合える機会を持つことってもすごい大事だよねっていう話はありましたかね、はい、ということでね、まあ、この夫婦の時間っていうのはおかちとゆうがさんが普段思ってることっていうのをペチャクチャお話しする時間です。その番組を通じて皆さんのパートナーシップがより良くなったらいいなと思ってます。ですのでよかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。でブチって切る前によかったらいいねボタンを押してくれたら、僕たち2人がググって嬉しくなってくるんで、よろしくお願いします。それではバイバーイ。